まずい、あと少ししかない。これ以上時間をかけると新月に。そこだ。来たぞ。直接会うのは久しぶりだな。私はもう自由に動くことができないからだ。あなたが来てくれて嬉しいわ。私もそこまで自由に動けるわけじゃない。監視は仲間に全部なすりつけてきた。あなたらしい。でも今頃困っているんじゃないかしら。あいつならきっと大丈夫さ。あなたが作った汎用の子。不思議ね。青い血が流れているのにあの子の心には魔が見えないわ。ああ、あいつは変わってない。これからもあのままでいてほしいと願っている。珍しいのね、誰かに強い思いを持つなんて。でもあなたの声を聞いて安心したわ。教皇庁から私を逃がし、一人残ったあなたが元気でいるのかどうか。この泉の水を通してもなかなか見えないから。私は元気さ、ロエル。自分で元気だと思っていても一人の心はとても傷ついているわ。天才研究者と未来を原始できる巫女、誰も近寄らない。私たちは孤独だった。ルルド教団を作って
仲間が増えて、どれほど私は救われたか。あなたにもそういう仲間ができたみたいね。そうかもな。ごめんなさい、あなたに険しい道を選ばせてしまった。お互い様だ。あ、博士、どこに行ってたんですか？すまん、道に迷ってた。はあ？それだけでこんなに時間かかります？怒るなって。ま、私の用事は済ませてきた。残りの時間は自由に使っていいぞ。もう、何なんだ。クリストフォロス、全部揃ったぞ。では、一度すべて預かろう。ああ。ねえ、あなたは気がついた？え、何に？お前が集めた、かけらの記憶。怒りも悲しみも希望も絶望もそして決意も全て同じ妖魔の記憶だということに。随分近いな。まさか。あ、どこ行くんだ。教会の方から聞こえてきたよ。あいつもそこに。やはりこの気配は。あの方が来る。ああ、難しい。
僕は逃げるよ。お前も早く逃げた方がいい。クリストファロス、誰だよあの方って。貴様、私の血も流れているな。何者だ。私は教皇庁のエージェント、アルーシだ。お前こそ何者だ。私は誰だ。教皇庁エージェント、わからない。だが私の血は返してもらう。切り裂く。終わりだ。え、見えた。見せない。何するのよ。興味深い。そアルシェ、この弾からは逃げられない。こいつでとどまる。見えた。そこだ。さあみんな一緒に。よし、許さないわ。やっと手を切る。アルシェ、そこだ。遅い。見えた。負けない。そこだ。どけ。ここは許せない。見えた。アルシェ、たたく。負けない。見えた。遅い。たたく。当たらん。やってるか。遅い。そこだ。どけ。ここだ。命拾いしたな。お前は運がいい。何なんだあいつは。お前知ってるのか。あのお方は夜の君。かつてアーナスと呼ばれていたものだ。アーナス、あれが。一体何があったんだ。月の女王にしてやられたのよ。アルシェ、夜の君の暴走を止めてくれないか。でもあれをどうやって。あのお方の愛する人がこの町あたりに来たらしいの。その人自身でなくてもいい。何か痕跡を示すものであれば何でもいい。それを一緒に探してほしいのよ。目にすればきっと正気に戻るはず。戻るはずだ。分かった、探してみるよ。ありがとう。そうだ、
これを。これは月の女王を倒すのは私の願いでもあるわ。頑張ってアルシェ。ああ、結果を報告する。戦闘を最適化した。二人だと勝手が違うからな。幽霊船を呼ぶ道具は手に入れた。いよいよ月の女王と。耐えろ耐えろ。前より衝動が強くなってる気がする。青い血を浴びすぎたか。このまま妖魔になったりしないよな。ミベール隊長も妖魔の誘惑には耐えられなかった。妖魔になって我を失って夜の君みたいに暴走してしまったら、もしみんなに剣を突きつけるようなことになってしまったら。アルモ、悩みがあったらいつでも来てね。相談してみようかな。もう怒ってないのか。何がです？勝手にいなくなったことについてだ。あー、まあ最近いろんなものに振り回されてますし、なんというか慣れです。いつもすまないな。お前がいてくれて本当に助かっている。え、突然どうしたんですか？いや、少し思うところがあってな。振り回されるのは私も含め皆がお前を頼っているからだ。それだけお前に力があるということさ。私はお前を最高傑作だと言ったが、すでに想定以上の成長を見せている。お前がどこまで行けるのか楽しみにしているぞ。はい。新技術を取り入れてみたぞ。リリア、ちょっといい？うん、どうしたの？屋上に来てくれないかな。相談したいことがあるんだ。ある。風が気持ちいいね。うん。
さあ、相談って何でしょう。怖いんだ。もしかしたら妖魔になってしまうかもって。妖魔になってみんなを傷つけてしまうかもしれないって。私どうしたらいいんだろう。大丈夫よ。もしそうなったとしてもきっとみんながアルを助けてくれる。もちろん私も助けるわ。本当にそう思ってる？ううん、これはアルなら言うだろうなって思う言葉。リリアの言葉が聞きたいな。もしももしも私ならね、誰かを手にかける前に殺してってアルに頼むわ。そっか。ごめんなさい。私、うん、ありがとう。おやすみ。やっぱりリリアに相談してよかった。この役目はあいつに頼むしかないな。月の女王との戦い、いよいよだな。頼みがあるんだ。私にできることなら何だってするぞ。もし私が妖魔になったら、お前が私を殺してくれ。なぜそんなことを言う。だって光の戦士だろ。バカ、茶化すな。ルエだからだ。こんなことを頼めるのはルエだけだ。ある、そんなことにはならない。私がアルを守る、
そのために強くなった。ありがとう。でも怖いんだ。